お疲れ様でした。お疲れ様でした。6対3勝ちました。まあバックス歴が一番長い直哉からして試合終了後ちょっと目に熱いものを見たけど、今どんな気持ち？本当ブザーだった瞬間、まあ、今年7年目なんですけど、今までの会社としても辛かったし、まあ、試合に勝てない辛さもあって、それがやっと7年目で初めて打って決勝に行けるっていう喜びをちょっと感じて。でもなおも今日すごい気持ちの入ったプレーすごいやってたけど、どういう風なプレーしようって心がけて臨んだ？まずその失点しないように、3つ目が失点したらやっぱりリズム崩れるから、そこはしっかり守りから入るようにみんなに言いましたね。明日はいよいよ決勝です。どういうプレーをしようと？まあそうですね、まあ個人的には変わらずやっぱり守りからシンプルにやっていきたいですけど、まあ初めての決勝なんで、そこはあんま緊張しすぎず、本当チーム全体で戦っていい結果取って日光帰れたらいいなと思います。明日は期待します。ありがとうございます。以上、泣き虫くんでした。